プログラマー SE が転職しないリスクデメリットがやばい。同期が転職して年収多いと上がったらしい、転職した先輩と久々に会ったら楽しそうだった。転職しないと損なのかな、やった後悔より、やらない後悔の方が大きい、って話はよく聞きますよね。だから、後悔することがないように、好きな人には気持ちを伝えろ、やりたいことは全部やれ、みないたことがよく言われていますが、失敗するのは怖いですし、躊躇もします。そうこうしてるうちに月日渡って、もういい年齢だから、新しいチャレンジはできないよな、なんて言ってる人はよくいます。 結果的にどうなるかは、やってみないとわかりませんが、経験的にはやって後悔したことってほとんどありません。仕事で言えば、私は3度転職したのですが、うまくいった転職もそうでなかった転職もありましたが、トータルとしては転職してよかったと思っています。一度も転職せずに最初の会社にずっといたらやばかったな、と思うほどです。そんな経験を踏まえて、転職しないリスクデメリットを紹介します。同じ仕事でも会社によって年収が100万円以上も違う。私が新卒で入った会社は業務システム開発の二次受、け、三重受をしてる会社でした。 社員数は80名程度の零細システムベンダーです。この会社に4年半勤めたのですが、年収は税込みで320万円でした。会社の先輩に、うちの会社って給料安すぎませんかって聞いたら、どこもそんなもんだよ、と言われました。んなわけないだろ。確かめたるわと転職活動を開始しました。会社を辞めて、ハローワークに行きました。失業保険をもらうには1ヶ月に1回転職活動した実績が必要なので、ハローワーク経由で一社応募してみました。応募先企業は従業員2000人くらいのそこそこの規模の会社でした。面接が終わり、その場で四百万円でどう 採用するよ、と言われました。そうだよね、やっぱ400は行くよねと思いました。その後、数十社の面接を受けましたが、一時面接を受けてその場で内定と年収を提示されたのはこれが初めてでした。ハローワークの求人だからなんですかね。結局この会社の内定は辞退して、新たに転職活動して東証一部上場の大手 SIR から内定をもらいました。提示された年収額は440万円でした。120万円アップです先輩の嘘つき、ですね、笑仕事内容は前職と同じで、二次受けの客先常駐の仕事です。 使ってる技術も Java、JavaScript、HTML、CSS。なので全く一緒です。全く同じ仕事をしてるのに年収が100万円違うわけですから、どの会社で働くかがいかに大事かが分かります。それに、東証一部上場企業でも、そんなに入社ハードルは高くないということも分かりました。当時の私のスペックは、専門学校卒、零細システムベンダーで4年半の職歴、という状況で受かったわけですからね、意外といけるようです。保守的な職場にいると技術の変化についていけなくなる。 先ほど話した大手 SIR は給料がそこそこ良かったので、6年半勤めました。その間に Web2.0 ブームなどがあり、Web サービスの分野では Ajax を使った新しいサービスがいっぱい出ていました。Web エンジニアの間では Web API を使ったマッシュアップサイトを個人で作ることが流行っていました。そんな中、私は相変わらず Java で業務システム開発をしていました。プログラマーより SE や PM 等、上流工程をやる仕事の方が付加価値の高い仕事なんです。みたいなうるさい話を盲目的に信じていたので、Ajax。 Web API、そんなのは付加価値の低いプログラマーの仕事でしょ。私は SE 様なのだよ。と今思えば馬鹿げた発想をしていました。本当に愚かでした。こうなってしまったのも、技術に対して保守的な会社に居続けていたことが原因です。仕事していて新しい技術を学ぶ機会がないと感じたら、転職すべきタイミングなのでしょう。エンジニアの能力の源泉は、技術、です。これを忘れてはいけません。技術や業界を飛び越える転職も案外いけます。その後の私は、業務システム、Web サービス、スマホゲーム。 の技術業界を転身していきました。ウェブサービス開発のサーバーサイドは java だったので、業務システムと同じだったこともあり、スムーズに転身できました。ただ、開発の半分以上はクライアントサイドの javascript でした。エイジャックスやジュアリーをバリバリ使うコードでしたが、意外とすぐできるようになりました。プログラミングの基本って一緒ですからね。スマホゲーム開発でもクライアントサイドを担当しました。unity というゲームエンジンを使っているプロジェクトで、言語は c シャープでした。unity と c シャープを独学していくつか簡単なミニゲームを作って、それを実績としてアピールしたところ採用してもらえたんです。 ゲームとウェブではアルゴリズムや使われる技術が違うから難しいかな、と思っていたのですが、ちゃんと仕事できてます。ですから、やればできるは本当なんです。ぜひ、やりたいことにチャレンジしてください。